はい、ということで、108回薬剤師国家試験の合格発表が本日行われました。あの今回はですね、ざっくりとですね、リアルタイムで、まあえー、考察ですね、をしていきます。でもっと細かな、えー、お話というのはまた別で動画として出しますが、まあ、ここを押さえておいてほしいとか、大切な部分ですね、をますぐに お伝えしたいと思ったので、動画として出しています。まずですね、えー、ポイントとしては、まず108回薬座国家試験の全体の合格率ですね。こちらが69.00%でした、今回。はい。で、まあ、合格者数が9602人ですね。で、えー、全体の真の合格率が、 62.6%ですね。こちらは、出願者数と合格者数ですね。の、まあ割ったものですね。そして、合格ラインが235点ということですね。はい。まあ皆様、合格点が何点なのかっていうのを、まあ1ヶ月ぐらい引きずって、まあ、 さまざま考察考えながらしていたと思うんですけど235点になりましたねまあまあそんなところかなというところですかねあの、まあ、一番のポイントは何点っていうよりかは順位ですねがポイントだとあの常々お話ししていて9500っていう数字を1年前ですねちょうど 今の時期くらい、もうちょう、今の時期ぐらいですね、に、まあ、今年も、まあ、合格率、どちらかというと下があると。で、え点、ー、数というよりかは順位を見ると。で、順位的には、まあ、9500位以内を目指してくださいという動画を出してたんですけど、まあ、そちら、まあ、合ってたかなと。 いうところですね。で、まあ今回九千六百二ですね。で、まあ、まあポイントとしては前回の百七回の、えー、合格者数もまあ九千六百人台で、まあそこにまあ収めたんだろうなというところですね。まあ多分あの合格点がまあ今回あの 国家試験の難易度が、まあ、例年通りの難易度であるならば、まあ68、68%台弱に、まあ、本当に予想通りいったんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、今回、まあ、様々な、えー、バイアスというか要因があって、まあ、一つ言うと、国家試験の難易度が優しかったっていうことと、あと、まあ、ちょっと、あんま見ないと思うんですけど、皆さん。 あの受験者数が微妙に今年低かったんで少なかったんですね。1万3000人台でした。1万4000人じゃなくて。まあ、正確な数字言うと、1万3915人ですね。こちらが、えー、母数となっておりました。まあ、そういったのもあったりとか、えー、あるんですね。あと、既卒者とかね。 大体44.05%とか、まあもうちょっと細かく言うと、あの、既卒の合格率、6年生とか4年、4年生を含めると、正確な数字は、既卒の合格率43.7%、そして既卒の真の合格率が40.9%でした。大、は、体、い、いいねあの、新卒の合格率で合わすとか、そういうよりも、既卒にちょっと合わしているイメージがありますね。 あの推移的には、まあ、細かな数字はあの分析して今からというかで、まあ、今週中にはアップしようと思うんですけど、まあ、ちょっとねまあここ3年で、まあ、お伝えした通りのお話なんですけど9600500、まあ、以内であれば、まあ、今の段階では合格できるという線。 ラインなんですけど、まあ、今回9600とかすごい面白かったのが69.00%に合わしてきたっていうのがちょっと面白かったですね、まあ、別に 68. 点何パーとかでもいいっちゃいいと思うんで、まあ、厚生労働省としては逆に今回甘めだったんじゃないかなっていう感じですね多分 予想としてはその要因もあるしまあ、あとこの235点と236点ってえー、あ違う235点と234点かで多分人数結構多かったんじゃないかなって思います234点かここの1点の人数がすごいたくさんいると68%切っちゃったりとかそういったのもあるので まあ、それもあるかもしれない。可能性的には。まあ、あとはあの、合格ラインが今年初めて225点以上になったので、まあ、相対評価になったから点数は225点とは限りませんよっていうのは、前々から言ってたので、まあ、当然ちゃ当然なんだけど、それをまあ普通にやるっていう、初めて。なので、そこもあって、 ったのかな？っていうところもあるんだけど、まあ、様々なそういったバイアスがあって、235点で落ち着いたというところですね。まあ、個人的な予想としてはまあ元々、まもともとがあの順位が9500。であれば大丈夫まあ。そこからどうなるかっていうところの予想をしていて、ただあのー、ですね。予想以上に平均点が今回すごぐ高かったですね。 えーまあ、そのために合格ラインが235点と高い数字を出したというところだったので、まあ、今後、まあ、これももうちょっと細かく動画として出すんですけどざっくり言うと、まあ、109回、まあ、今回108回はまあ結構荒れたんですけど今後より一層荒れますね荒れるのは普通になります 荒れるのは普通で何が荒れるかって言うと、あの点数受験者の点数が上がってくる。まあ、理由としては、受験者はもともとは225点取れば合格っていう。頭の中あるからそういうのを計算してまあ、1年間。まあ勉強投しする。スケジュールとか。あと追い込み具合とか。まあその225がなくなったんで点数を。 取れば取るだけ合格が確実になるというところ。まあそれは225点があったとしても同じことなんだけど、それがなくなったから不安になるんですよ。あのできる人も不安になる。この点数で本当に大丈夫なんだろうが250点取った人でも多分不安になると思います。はい。なるので、できる人もどんどんと点数を上げてくると。 それがあの全体的に底上げしていくんであの、来年、難易度が上がったとしても、合格ラインも、通年より、例年よりも上がります、確実に。で、あのまあ、今回と同じぐらい難易度でも全然、厚生省としては全然ありです。でも、この今回で225っていうのはなくなったんで、完全に。 235点もう取りますよっていうのをあのしたので一気に徐々にじゃなくてなのでもう確実に点数は上がってくるあの例年は217点とかそういったのあったと思うんですけどその難易度だったとしても点数は上がってくる109回の受験生はむしろそこ上がってこないと落ちる 押しますね。はい、なので、まあ、そういったところを、まあ、頭に入れて1年間やっていかないと、まあ、合格できないということですねどんどんと椅子が少なくなってくるので,でその椅子は何点取れば確実に座れるのかっていうのがわからないのでだからすげえ今後不安になってくるし昔は 絶対評価で225点取ればみんな受かるっていう頭でいたから全員で受かろうっていう気持ちで行ったと思うんですけどもう今回からサバイバルになりますはい俺が座る私が座るっていう感じでどんどんと座っていく感じ点数取ったやつが先に座るみたいな感じになりますなので300点取ろうが250点だろうが 合格はは変わりはないんだけど300点を取りに行こうっていう姿勢じゃないとあの不安でしょうがなくなるしあのもしかしたら落ちる可能性も出てくるっていう感じなのでだから例年の今までの薬学物正よりもすげえハードになると思いますてかハードになりますはい。 ハードになって、そして、あの予備校とか、様々あると思うんですけど、別にディスったりしないんですけど、予備校とかも225点っていうのを目安にできなくなるので、絶対こう合格できるとは言えないですね。確実に言えなくなって、しかも勉強方法とかも変わってきます。徐々にっていうか、絶対に。あの、225を取るための、 カリキュラムっていうかスケジューリングじゃあ絶対落ちるから落ちる人も出てくるので確実になのでそういったところも視野に入れないといけないから新しくカリキュラム等を組み直さないといけない、うん、なのでなかなか大変だと思うし個人的にも今までやってきた あの勉強、まあ、指導方法とか勉強方法とかも組み立て直します、完全に。えー、前の動画で言ってたんですけど、235点を目安にしてくださいっていう動画を出したんですよ。あの、もしですね、えー、と薬ゼミ統一もし123全部235点を取ってくださいっていう動画を出したんですよ。あの前まあ、数ヶ月前ぐらいに。 で、まあながち間違ってないっていう点数配分だったんだけど、それも上げなければならないかもしれないぐらいに、今回の合格ラインの235っていうのはすげえ大きいですね。うん、235だと不安だろうっていう具合。多分、まあ、教え子募集の連絡が届いたりするんですけど、教え子に235だと多分安心させてあげられない。 なっていうのが正直なところですね。うーん。まあとりあえず一番見なきゃいけないのは順位ですね。今自分自身が何位にいるのか全体から見て。でそれが9,500ですね今のところ。9,500以内であれば合格できるという位置に今現在いるっていうのは頭に入れると必要がある。まあそこを目安に。 していいくのが大事だととうことですね、まあ、まずあのざっくりっていう話ですねざっくりした話をまず先にさせていただきましたで、まあ、細かな、えー、動画等はまたあのちょくちょく出していくのでそちらご覧になってくださいそれではご視聴ありがとうございます薬剤師国家試験攻略メソッドは部長で運営させていただいています そのため皆様のご協力が必要になってきます。まさ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。